穴水城は、能登国府下市郡穴水村川島、現在の石川県放水郡穴水町川島に存在した日本の城。現在は町の史跡に指定され、穴水城市公園として整備されている。長きにわたり、守護大名畠山市の重臣、長一族の居城であった。長氏の祖にあたる長谷部神蓮によって1186年に、 築城されたと伝えられる。畑山家滅亡後、1577年に、上杉謙信の手に渡り、越中州の長沢三国が入城した。1578年に、謙信が休止すると、長連流が、織田信長の支援のもと奪還に成功している。1583年に廃城となる。城跡は、公園となっており、桜が植えられている。また、 子三34代、長少連の記号による穴水城氏の石碑が建てられている。三の丸跡から穴水港が遠望できる。明治期に合併によって、冬市軍、鈴軍の境界が消滅することから、これまでの二軍の全域を一括した新たな軍として新設された。ABC、穴水城。 能登の里山里会世界農業、遺産活用実行委員会公式 HP、ハット AB アナ水町2019ピアニッシモ、16から17、県指定有形文化財、長久郎左衛門の城宛て、小田信長主任城など、小田信長主任城石川県公式 HP、ありがとうございます。